うん、まああれはやられるかもしれない俺は、うん、ここに置いとく、はい、あります。めっちゃ笑うやん。粉砕、玉砕、大喝采、もう動かないですけどこれ。アニアン含めて、はい、あちなみにアニアンで今あの編成器使ってまして、ちょっと今声変えてます。そうです、まあテキスト出てると思うんですけど変更線腫れてます。はい、声、はい、出ません。で、まあ、まずチャリありますよね、はい、これですね、はい、ライトニングボルテックス新しなったもんね、うん、ハリーポッターがホウキ変えた時みたいな感覚やね。ファイアボルト、アクションファイアボルト、くる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 、また編集大変。じゃなくて、はい、怒ってるんです僕は。なんだと？これね、チャリをここに置いてね、怒ってる連想ワードございますよね。またパンクさせられたと。そうなんです。だから僕言いたいんですよ。ストーカーちゃうかと、これストーカーちゃうかと思うんですよ。どう思いますか皆さん、アニア含めて。いやほんまにあの僕もね結構知ってるんですけど。実際だから、3回目やね。4回目です。4回目ですか？え、フォータイム、自宅の前に止めとったんですよ。あの扉があってね、自宅の扉、うん、まあ、あれはやられるかもしれない。玄関があって横に置いとったら散髪得られました。でそれはまずどういうことやるかやけど、まあそれ置いといて、今回ずっと下に入れとったんですよ。下の駐輪場みたいな、うん、割れてる、パンクしてるね、これさ、わかりますか、これ。もうベコベコやん、もう完全にやられてるやん。これ完全ストーカーですよ、これ。もうやっちゃう。何なんでしょうね、これまで。悲惨ですよ、悲惨。とりあえず、まあ、この怒りを力に変えてちょっとパンク直してもらおうかなと思います。実際でもあれですよね、パンクって僕らで直せますよね、正直。まあ直せる。なんか空気を確かめて、どこが空いてるかを確かめて、そこになんかテープかノリか貼って終わりと。そう、それを今回ね、こちら。このやる気のない紹介の仕方ですか。はい、あのね、完全に木に隠れてますけどね、対象の、はい、だね、対象テレビに来ましたよ。ちょっとね、まあ、500円かかっちゃうんですけど、550円かな、ちょっと忘れましたけど、まあ、ついでに僕のイライラもちょっと話聞いてもらって、スキルになりこなと思います。ちゃってるんで、はい、変えないといけないですけど。いくらするんですか？真っ黒いタイヤで4,950円です。オッケーです。変えます。めっちゃ笑うやん。お時間だいたい20分ぐらい。ボルテージ上がったで。怒りのボルテージ上がってもうたで。最悪や。いたずらでパンクされて。まさかのタイヤまで行ってて、粉砕、玉砕、大喝采。何やら、アニアンが、アニアンの異変がおかしいです。どうしたんでしょうか、アニアン。どうしたんですか、アニアン。今ね、キアンのパンクを直しに来たんですよ、はい、僕は一緒に釣りにね、はい、ねえ、まあもうそろそろ終わる頃なんで、まあ、ちょっと寒かったんでエンジンつけようと思って寝てください。危ないやつしてる。バッテリー上がっちゃってる。動かない。しかもちょっと右から取れる、俺らが止まってる場所。やばい、マジでやばい。これあのガソリンスタンドが最寄りにないのよ。そう、近くにないんですよね。だから行かないといけない。そうなの。あ、こっち、ここにあった。バッテリーは、うん、バッテリーは見つか、バッテリーそこにおった。そこも開けて、ここのなんかどっか引っ張りがあったはず。あったら行くなって。やっちゃってるよね。
やっちゃってるよね。うん、やっちゃってるよね。マジでやっちゃってるよね。これはでもこんなところでジャフなんか使いたくないから、これはガソスタ探そう。ガソスタ探そう。SOS、うん、ちなみにあれなんですけど、おまわりさん聞きたいんですけど動かない車を駐停車してる場合はそれ駐禁切られるんですかもう動かないですけど、これはい、もう物質的な意味で動かないですけど、はい、近くに探しましょうか。はい、しかもなんかちょっと嫌いすぎて鍵曲がっとバッテリー上がって、まあ、ゆきやんがねブースターケーブルをガソリンスタンドの方に借りに行ったんですけど、まあ、ちょっとね僕なりにできることないかなと思って開けてみたんですよね。来て、おわけわかめ帰ってこいんから掃除しとこう。Yeah.